ドイツ留学何が楽しいか、何が楽しくないか、ドイツ観光何が楽しいか、何が楽しくないか、そういうところはドイツに行ってみないとわからないんじゃないですか。で、今日はちょっと歯医者さんの話をしたいと思います。結論から言うと、私はドイツの歯医者さんより日本の歯医者さんが、まあ、すごい素晴らしいと思いますよ。もちろん歯医者さんは歯医者さんで、ドイツこねいい国だから、ドイツの歯医者さんもそんなね大して悪い歯医者さんじゃないんですよ。ただ比べてみると日本の歯医者さんって最高なんですよ。日本の歯医者さんってすごい素晴らしいなんですよ。で、みんなそれね、日本にいると知らないかもしれないので、本当に日本の歯医者さんって素晴らしいんですよ。で、なぜその素晴らしいかというとね、まずドイツで、うち前ドイツの歯医者さんに行って、そしたら、まあ、当然当時も日本語勉強してたので、歯医者さんとなんかわかんないけど、なんかお母さんの関係かよくわかんないけど、そういう日本語勉強してるっていう話になって、そしたらなんか歯医者さんがめちゃくちゃ盛り上がってたんですよ。なんかこのなんかその歯医者さんはなんかどこかのイベントとか、海外で学会とかそういうのあると必ず日本人の歯医者さんが圧倒的に多いって言ってたんですよ。で、あとなんかすごい技術が進んで、そういうなんか歯医者さんに関することって全て日本語の素晴らしい論文が多いとかそういうの言ってて、ね、それでそういうの読めるのはすごいな、なんかすごい日本の方が研究が進んですごいなとかなんか言ってて、で、ね、うち当時何も考えなかったんだけど、まあ普通にこうね、ドイツに住んでドイツの歯医者さんに行って、ただそしたらまたこう日本に引っ越したんですよ。そしたら日本で初めて歯医者さんに行くんですよ。で、ドイツだとマジでドキドキして、できるだけ行きたくないところは歯医者さんが多分順番の中で一番高いんですよ。やだやだやだ。で、痛いもん、歯もはーって顔を見せないといけないし、で、日本でこうたまにね、歯医者さんにちゃんと行きましょうっていうことなんで、こう勇気を出してやっぱり日本でも歯医者さんに行ってみますと。で、そしたらまずすごい驚いたのは、日本で歯医者さんの数が多いから素晴らしいことと、待ち時間が少ないっていうことで、だからそうするとドイツと比べて日本の方は歯医者さんが圧倒的に少ないんですよ。だからドイツは歯医者さんは医学部に入るのが一番難しくって、歯医者さんだったら高校で、まあ、そこそこ良い成績であれば割と入りやすい医学部なんですよ。そう、お医者さんになると比べて歯医者さんの方がちょっと楽なんだけど、でもそう簡単なことでもないので、なんかその歯医者さんになられる人の数がかなり限られてるんですよ。なので街の中に日本と比べて歯医者さんの数がかなり少ない。で、そうすると当然待ち時間が長い。で、ドイツのこう保険があるから、それはお金が、あんまりかからない。まあ当然そのなんか壊れて新しい歯とかそういうのはドイツの保険でも、その保険の種類によって効く部分と効かない部分があって、かなりそこもね、お金がかかる場合はすごいお金がかかるんですよ。ただしそのなんか作業のやり方は、日本人って結構丁寧じゃないですか。性格というか国民性だと思うんだけど、そうするとなんかすごいこう丁寧、相手に言いたい言いたくないってそういうのをこうちゃんと聞くんですよ。ドイツだとね、歯医者さんってめっちゃ雑なんですよ。ああ開けてバーってやってだからこういうことをまあもちろん結果は同じかもしれないけど、そのね、丁寧な日本の歯医者さんはすごい、うちは素晴らしいなと思います。あとはそうだね、待ち時間と、あとその相手の、まあ、気持ち考える、まあ、そういうところは素晴らしいと思います。皆さんどうですか？海外で歯医者さんに行ったことありますか？ドイツに住んでる人は、まあ、ドイツの歯医者さんに行ったらぜひコメントください。でも、まあ、基本そこまでね、ドイツは怖くないので、本当に歯で何かあったらもうドキドキするより行ってみるべきだと思います。で、その言葉の壁というのがあって、それでこうね、怖いって思うのは、だいたい海外に住んで一番
番怖いところは医者さんなんですよ。なぜかというと、自分がこう怖いことにこう前向きにやらないといけないんですよ。で、言葉も通じないし、それでもやらないといけないのは本当に大変なことで、だから、まあ、心細かったら通訳とかお友達、ドイツのお友達とかと一緒に行くのは、そうだね、うん、まあ良い友達だったらついてくるかもしれない、あるいは、まあ、通訳者呼んでもいいかもしれないし、あるいは本当に、ね、自分のこう健康を第一に考えて、もう勇気をして一言もドイツ語喋れなくてもぜひ行ってみてください。うん、ドイツのこう、ね、歯医者さんみんなこう日本をすごい尊敬してるんで、その辺で楽しい話し合いになるんじゃないかなと思います。で、今日はこういう、ね、歯医者さんというか、そう海外と病院という関係の話をしてみました。で、よかったら何か何でもいいのでコメントをぜひ書いてみてください。 I've missed my cheese